沢村貞子は、日本の女優、随筆家。本名は、大橋貞子。生涯に350本以上の映画に出演し、幅広い役柄と、個性的な演技で名脇役女優として活躍した。日本女子大学在学中に新築児劇団へ入り、左翼演劇運動に加わって二度逮捕される。その後、日活に入社して、映画女優となり、東方を経て、戦後はフリーとなる。 エッセイストとしても知られ、半世紀、貝の歌、私の浅草などを発表している。1908年11月11日、東京府東京市浅草区猿赤町に、父、加藤伝九郎と母、松野二男二女の次女として生まれる。父の伝九郎は、竹芝伝造の名で活躍した、狂言作者で、兄の友和は四代目、沢村国太郎、弟の徳之助は、 加藤大輔の芸名で、共に映画俳優となった。数え年で6歳の時から、長唄と踊りを習い始める。1915年、浅草人上小学校に入学。この頃に、弟の徳之助が7代目、沢村総重郎に入門して、初舞台を踏んでおり、貞子は小学2年生の頃から、弟の付き人として、宮戸座へ通う。1921年4月に、 不律、第一高等女学校に入学。1923年9月1日の関東大震災後は、学費を得るために、初代、沢村宗之助の4人の子供の家庭教師を務める。1926年、女学校の教師を死亡して、日本女子大学師範家政学部へ入るが、教師間の裏の世界を見て失望し、役者を志すようになる。百二十九年三月、 築地小劇場の女優、山本康江に、進撃志望の手紙を出す。当時、築地小劇場は分裂し、中心メンバーの肘方良し、丸山貞子らによって新築地劇団が創立。研究生を応募するに及び、山本の指示で、これに応募し、大学在学のまま研究生となる。沢村貞子の芸名で、同年5月、旗揚げ公演、飛ぶ、歌の羅写メ面と、芸者役。 生ける人形の電話交換手役で初舞台を踏む5月末の定劇公演何が彼女をそうさせたかでは初めてセリフのある女中役を務める劇団がプロレタリア演劇運動へ傾斜するようになると彼女は大学から退学を迫られるが同年11月に大臣候補で丸山の娘役という大役をもらい丸山の役者根性に触れる 翌1930年3月の大学卒業直前に先に出していた退学届が受理されるが4月には新築寺の劇団員に昇格する。1931年新築寺を退団して左翼劇場移動劇場部を独立させたプロレタリア演芸団に土方の指名で入団日本プロレタリア演劇同盟の司令でストライキ中の工場や農村を回って アジプロ劇に専念する。同年が秋、左翼劇場初期長をしていた俳優の今村修雄と結婚する。1932年2月、移動園芸団、目覚まし隊に、夫の今、村山正らと参加するが、同年3月末に治安維持法違反容疑で逮捕され、築地警察署に留置される。天候を迫られるが拒否し、2ヶ月の交流の後起訴され、市ヶ谷刑務所へ、 未決のまま収監されて10ヶ月半の独房生活を送る。10ヶ月半後の1933年4月、天候を生命し、今村との離婚を約束して保釈される。同年5月、左翼劇場創立5周年記念公演、恐怖の主役に起用されるが、保釈中のみであったため当局から沢村を起用すれば、上演禁止との通達を受け、山本が代役に立ち上演される。 6月に公判が開かれるが、プロットの指導で転校を取り消して公判は中止され、保釈取り消しの手続きの隙に地下活動に潜り、1週間後に再逮捕される。月辞書に留置された後、市ヶ谷刑務所へ戻され、12月の公判で転校を、声明して、懲役3年、執行猶予5年の判決を受けて釈放される。1934年、兄の沢村国太郎の勧めで、 映画女優になる決心をし、長田正一の肝入りで、日活渦政撮影所現代劇部へ、月給60円で入社する。野の光の尺夫役でデビューし、続く、つぐ日では女学生を演じ、塩は、初の陶器出演作となった。塩出演後、玉川撮影所に移籍し、添え物映画に出演。やがて、裏街の公共落。 情熱の詩人卓木ふるさと編などの話題作にも重要な役どころで助演する。路傍の石では性格俳優として注目され、嫁入り前の娘たちでは、滝花久子、花柳小菊、原節子らの主演級スターと共演する。また旅千和世では、中村勘右衛門の相手役を演じ、弟の加藤大輔とも初めて共演する。1936年、 pcl の俳優、藤原鎌たりと結婚。1938年、日活を退社して、東宝映画に移籍し、チョコレートの兵隊、地の花形、馬などに助演する。1942年に、東宝を退社して、夫の藤原と実演に転じ、1945年には、国太郎が結成した新記座に加入して、終戦直後まで舞台活動を続ける。 1946年、藤原と離婚し、京都、都新聞記者だった大橋康彦と交際、彼と駆け落ち同然に同性生活に入る。1947年、小竹の、それでも私は行くにフリーで出演して映画に復帰。その後は、手堅い脇役としての個性を買われて、各社の作品に起用され、日本映画黄金期の1950年代は、 年間20本前後もの作品に出演する。役柄は母親、ママ母、二号を持つ、夫の本妻など、様々な中年女を演じ、シリアスな役からコミカルな役まで幅広く活躍した。太陽とバラでは不良の息子に手を焼く母親を講演し、赤線地帯などの演技とともに毎日映画コンクール、女優女演賞を受賞している。警察日記、荒くれ。 女が階段を登るとき、おはやようなど数多くの名作に出演する一方、三等、重役や、駅前シリーズなどの喜劇映画では、コメディリリーフとして、ゲータッシャブリを見せている。1968年、大橋と正式に再婚。1969年、初のエッセイ、回の歌を発表。以来エッセイストとして、数多くの著作を世に出している。 1977年に発表した自伝的随筆、私の浅草は、下町の風情を、生き生きと綴り上げた名著と評価が高く、第25回日本にエッセイストクラブ賞を受賞した。回の歌と、私の浅草は連続テレビ小説、おていちゃんの原作となった。1989年、NHK のドラマ、黄昏の赤いきらめきを最後に女優を引退。その後は、 横須賀市に隠居し、執筆活動に励みながら毎日湘南の海を望遠鏡で眺めて過ごした。自然層を実施する早々の自由を進める会の顧問を務め、生前から夫の骨と散骨することを望んでいた。1996年8月16日、心不全のため横須賀市の自宅で死去。87歳坊津。本人の意思により、葬儀では身内だけで、 農棺式を行い、火葬の後、沢村の遺骨は先だった夫の大橋の遺骨とともに、相模湾に散骨された。夫は、今村修行、藤原鎌足り、大橋康彦と3回結婚をした。兄は、沢村国太郎、姉は、矢島聖子、弟は、加藤大輔老いは、長戸博之、津川正彦、名は、加藤節子である、黒柳哲子は、 若い季節で共演して、以来、沢村を、母さんと呼び、死体続け、深い信仰を結んだ。最後のテレビ出演は1996年2月2日、放送の、鉄子の部屋である。沢村はすでに芸能界を退いていたが、黒柳の立っての希望で実現した。17回出演し、当時女性ゲストの最多出演者でもあった。料理が得意で、仕事の際にも、 自作の弁当を持参して共演者やスタッフに振る舞うこともあった。また料理に関する著書も出版している。ありがとうございます。